猫のホラゲ。ホラケあるいは、地道毛は、哺乳類の主に興奮にある毛状の感覚器官。ホラゲに対し、通常の毛を体毛と呼ぶ。一般には、ヒゲと呼ぶが、人のヒゲは、ホラゲではなく体毛である。フレゲ、シンモウとも呼ぶが、この場合、哺乳類のホラゲに限定せず、生物の毛状の感覚器官全般を指す。起源は古く、 ペルムキの地層から出土した、哺乳類の素である初期獣弓類の化石にホラゲの痕跡が認められる。基本的な構造は体毛と同じである。ただし、毛包に海面対応組織があり、そこに血液が流入して、腸脈道を形成している。これがホラゲの名の由来である。ホラゲの感覚は三叉神経によって伝達され、ホラゲの運動は顔面神経が司っている。 神経の数は体毛の数十倍で接触を鋭敏に感じることができる。また、毛根部には黄門筋がある。ホラゲの配列は変化しにくいので、ライオンなどでは個体識別に使われる。食肉類、血種類、ウミウシ類で特に発達している。通常、甲風に生えているが、猫では目の上、顔の横、全身の関節付近の裏側にも生えている。 邪行ネズミやキツネザルでは、手根部に生えているなど、顔以外の部分に生えることもある。英語ではバイブリサだが、人のヒゲと同じウィスカーとも呼ぶ。針長の金属体結晶をウィスカーと呼ぶのは、ホラゲに例えたものである。人のヒゲは体毛であり、人は哺乳類の中で珍しくホラゲを持たない種である。なお、退治段階で失われるのではなく、初めから生えない。 霊長類は、ホラゲが退化する傾向があり、旧世界ザルではほとんど目立たず、類人ザルでは消失している。これは、カギ爪から平た詰めへと変化したことで指玉が発達、指先の感覚が鋭敏となったことでホラゲが不要になったためと考えられている。ヒゲクジラのクジラヒゲは、郊外の横の火だから伸長した、角質版でホラゲではない。真のホラゲは、口の外に、 ごく短いものが並んでいる。ありがとうございます。